あ、行った。危ない危ない。5番線が潜入してきたの、なんか初めて見たな。あ、来たね。あ、オープニング停電距離、東京駅でオープニング取るわ。ちょ、状況ちょっと、まあ東京の説明して。あ、ズームしてた。危ないですから、黄色い線までお下がりください。何が来るか。231来てくれ。なんか231乗りたくなったわ。7番線に上の東京方面行きが参ります。あれは危ないですから、黄色い線までお下がりください。ヘッドランプがないってことは、これは231だ。231が来た。マジか、トップナンバーではないが231だ。もうそろそろ総武線にもう置き換えられる電車だ。はい、お世話になりました。ジです。今日はですね、今山手線の中にいます。ということでね、今日はね、なんで山手線に乗ったかというとですね、今日はね、大前乗車ではありませんよ。ということでね、今乗ってんのはですね、山手線で今、大塚駅をね、今、停車してますね。はい。何だ。大塚駅まで、じゃなくて、東京駅行って、それでもう東京駅行って何が分かるかというとですね、そう、新幹線なんでします。僕ですね、新幹線乗ることになりました。ただ新幹線乗るだけではありませんよ。仙台東鉄さんの鬼ごっこ企画があるってね、それをね、なんか撮ってるんですよね。本当にこれね、なぜここからオープニング撮影かというとですね、カメラの容量がね、スマホに入れようと思ったんだけどね、なんか入れたんだけど結局入れてないんかいってやってね、それで間違って消しちゃったんですよ。でも入れたやつがなんか変なやつだったから、それでなんか消しちゃったやつと間違えましたね。今はね、神田発車してね、で次は東京駅に向かってまいります。今は京浜東北線に今隣来て、それで仙台鉄道さんの鬼ごっことオフ会がね、僕参加するんでね、まあでも気になったらね、仙台鉄道さんとか、ね、よく見た方がいいと思います。仙台鉄道さんなら絶対わかると思うんでね、今日もね、新幹線動画をね、ざっくりね、開封していきたいなと思いますね。もうそろそろ東京ですね。隣には電子レンジ E235K が今発車して、隣には 531K 常磐線勝田行きが今発車しましたね。でね、もう到着しました。次はもう弁当買って新幹線乗るしかない。これはね、東京駅のね、ジョイントーンが僕好きなんですよ。みんなジョイントーン好きな人いるでしょ。ダダンダダンとかそういう風なもんだからね。今だいたい6時ぐらいなんでね、まだ全然大丈夫なんだけど、時間も余裕だし、これまた何だろう、引っかかったらまあ普通に、あ、引っかかっちゃったってなるんだってなるから、これあ、でもこれね、乗車券と特急券一緒に重なってるんですよ。多分いけると思うんですよね。一応入れてみます。入れてみますね。あ、いけた。あ、いけた。普通にいけた。あ、なんだ、ここにも弁当あったじゃん。なんだよ、こっちにお弁当あったじゃん。まあそうそうか、新幹線には大体お弁当があるから。おお、なんかここにお土産とかあるんだな。もう買っちゃったけどな。買っちゃったけどな。まあ後で見せるか。はい、というわけですね、のぞみ207号僕らが乗る電車、やってくれたってことだよね。本当ね、これ新大阪まで行くんですけどね、僕はね、僕の方チケット、切符はね、京都までっていうね、ちょっとね、
一駅違ったようなとこまで来ちゃった、買っちゃったってことよね。18番線、今からあの18番線なのなんだけど、今からね18番線のとこまで向かっていきたいなと思います。はい、というわけですね、今ここ16号車僕の乗る場合はですね、16号車のちょっとこうやったの6番の A 席に座るんですよね。これね、3人掛けのところにね、今僕座るんで、一人なのに3人掛けっていう、あ、マジか、 JR 見えないのか、あ、いた、しょうがない、デッキで見よう、もう。はい、ということでやってもらいましたね、僕が乗る電車。乗る前にね、忘れ物があるかどうか確認。あ、ありませんでした。さっきここに座ってました。ということで、6番の A 席、これですね、やっていきたいと思います。あ、入ってこった。はい、こちらになってます。新横浜に行くまでの間に。ここですね、ここで 丸側の席なんでね。うわ、なんか初めて東海道新幹線乗ったな俺。まあこれは駅弁なんでね、あとで開封していきたいなと思います。まだこれ発車しないからね、とりあえず荷物とか置いて、まあいろいろと準備していきたいなと思います。というわけですね、これがね座席になってます。でこれがこのレバーを押すと、こうやってリクライニングができるわけなんですよね。はい、こんな感じで、まあ、僕がやってみるとこんな感じ。グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。誰もいないんで全然いいんですけど、誰がいないでも車内への危険物の持ち込みは6番の A 席の窓際でね、買ったんでね、相席になるかどうかではなければ本当相席に、ここはね、本当に相席が多いんですよ。だから、そういうのがないですよ。だからここにかけるしかないですね、最後の。だけどね、一応これね、僕お腹空いてんでね、朝ごはん何も食べてないっていう、それではね、食べてきたいですね。とりあえず開けた方がいいか。はい、こんな感じで買ってます。なんかいろいろありますね、まあ、もう開けてみなきゃわかんないよ。はい、というわけで発車しました。電車はですね、もう満電車ですよね、隣は。上野東京ライン、ここからの区間の上野東京ラインなんですけどね、もうなんですよ。あ、隣、奥には県徳線もね、走行しています。県徳線もいっぱいだな、さすが、側近ラッシュ。新橋も混んでんだな、ほんと。なんか僕から見たの俺初めてだな、ほんと。人生で初だな。さっきの停車が停車じゃん。あれ、この電車なんか止まってるぞ。なんかやらかした。早すぎたのか、これは。あれ
過ぎたんか。今新橋通過して、確か次は花巻町を通過して、次に品川。そんなに見えないな、これ。これ親はマジで、もう誰、俺単体で新幹線乗ってんだぜ、本当。やばくないか、俺。これね、本当にね、仙台東京さんのね、鬼ごっこオフ会、電車で鬼ごっこのオフ会がね、あるからね、僕それ参加するんでね。あ、やっぱ俺こっち側にすればよかったかもしれないな。で、もうちょいで田町着く頃ですかね。マジでこれ緊張するんですよ、特急乗るのに。なんかやらかしたこととかあるからね。もしかしたらこのなんだろう、親が飲んだこれじゃないですよとかかもしんないし。あそこもいっぱいだな、本当に。今多摩に通過して次は品川ですね。こちらがね、お弁当になってます。今日食べる弁当で、これがきんぴら人参わかんないけど、これのなんか色々あったり、かぼちゃとか、れんこんとか、まあ、ここにはお赤飯とかなんか色々あったりしますね。
スピード実況から本当初めて乗ったからね、あの看板なんだなんか折ったな、ああいう看板あるんだ。今さ、富士山こっから見れるんですよ。もはやあの YouTuber って感じだけどね、こっから富士山見えるけどまだあのまだ先なんだよね。あのだからもうちょっと静岡とか、おっ丸静岡な、あ違ってたらすいません。こっから本当にインスタ映えかって感じだよ。そこで見れるんですよね。ちょっと待ってください。今ですね、あの鴨の宮、次で小田原ですね。あの小田原は登ったってか、そういうところだったこっち側からね、あの東海路線が見えるんですよ。だからなんか、いろいろ、まあ特にさ、別に関係ないんですけど、普通の並走が見たいだけだから。もしかしたらあの俺が中学3年生だった頃の、あの中学旅行行った時はもしかしたらのぞみ乗ってたかもしれないね。小田急は止まってる。今小田原通過して、あの小玉号が悪いな、追い越して次で熱海なんですよ。ということで、今富士山が見えてまいりました。には富士山が見えてます。こういうところを通るの本当初めてですから。あと前のラインはですね、あのなんだろう、グリーン350があるんですよ。そこをね、見ていきたいなと思いますね。どこの音、はい、今ですね、あ、もう京都に着きました。今仙台鉄さんは京橋を発車したっておっしゃっております。これがだけはもう、いやまだスタートじゃないか、新快速降りたらもうスタートですね。まあこれはあれ、よし、おお京都だ。本当に京都に着きましたってことでね、今からねほら歩いてます。本当に走ってるように見えるけど、これ本当に歩いてるからね。ここでも歩きましょう。本当にもうどこもホームもね、歩いた方が全然いいですよ。ほらもう俺一人で京都まで来たんですよ。やばくないですか。本当にやばいですよ。やっとね、いい200、いいじゃねえよ、ここまでいいよ、今度か。あやっとね、あの23系とか会えるんで。あれ改札、本当は新大阪前なんだけど、あのもう金の村ってことでね、まあ村ではないんだけど、もうこの方が全然いいと思うんでね。もうこうやって京都までにしましたということで、東海道線のとこまで行きたいなと思います。はい、ということで出たいなと思います。大丈夫、OK。 あーこれ怖いからね、本当にこれ怖いから。あ、おお、ついに 221K じゃん。これ絶対乗っちゃあかんやつ、あかんっぽい。だからね、もうこうなったら桂川で降りた方がいいと思うか、それかもう新快速乗った方が全然早いか。まあとりあえずもう、あ、もう新快速で行きたいなと思います。はい、というわけでね、あ、どうぞ。あ、今日人がいっぱいでね、なかなかね、できないんですよね。とりあえず出てきたなと思います。大丈夫。オッケー、いけた。よし、ここで、なんだろう、もう、パスモで行きたいなと思いますね。あー、今日混んでんな、本当に。今日さすがに混んでるぞ。おー、なんか初対面だ。え、これ乗っていいよね。え、なんか乗っちゃダメとかじゃないよね、これ。
なんか怖えな、ほんと新快速怖えな、マジで持っちゃダメとかないこれ本当に、俺わかんないけどスーパーともいらない、スーパーメールドミスでメールがうるさいし、揺れも初めてだな、本当に京都は。しかも俺この電車乗ってんだじゃん。これはアナウンサー本当初、初耳にする。とりあえずね、これ開いてないし、スマホで撮ってるから、ビデオカメラもうすぐ戻せないんで、うるさくついたらビデオカメラも変更します。だからここはあまりそんな動画撮りません。ということで、まあそういうのあったらしいません。ということで。11時ぐらいに着いた。いや、仙台到着したのが、なんだろう。もう、いやもう、鬼ごっこは、鬼ごっこ時代がもう開始したんですよ。お、ハルコがいる。前見てください。ハルコですよ。キティちゃんのラッピングレッシャーですね。本当にうるさくてすいません。電車でちょっと知らない、もうまた再びハルカ。ハルカ乗れば、急に、高槻も通過するし。めっちゃ俺の地元に行ってくれたもんかな。ということで、新大阪着きました。はい、わかりますかね。あ、さっきの電車が、さっき見てた、で、さっき乗ってた電車がこちらの223系、新快速乗ってました。で、あれが321系で、そこにいるのが103系ですよ。103系なんか、止まってんのいいですよね、なんか違和感がある。なんか逆に俺がさ、違和感あるんだけど、これみんな初対面ですよ。初対面の電車さ、やっと会えるっていう。やばくないですか。俺は歩いてる、ほら歩いてる、走ってなんかいないよ。ということでね、三浦先生の方に行きたいなと思います。いた